はい、今日もね、ツタヤで、買っていた、もういつ買ったかわかんないですけどね、あの300円のシュリンクのオリパーって多分60枚ぐらい入ってるんじゃないかなと思います。でこれ両目見れるんですかね、ゲリラフガンなんですけど、裏がねドープダブルボーダーだったんで買ってますね。これから開けていこうかと思います。じゃあ見ていこうか。はい、ちょっと待ってよ、ゲリラフガンよく入ってるね。ゲリラフガン加冠6、バトドックプレスのドヤリビーのダイダリオンのカツエモンソード、はい、ブルガーノードの、ビクトリーアップル入ってた。え、唐突だね、急に来たね。あ、うん、ちょっとしこの辺あれだけど、あ、状態いいぞ、よかった。ビクトリーアップル状態悪いのしか持ってなかったんで、こっちだね、あのなんだファイルちょっと入れ替えしようよかった。でルロック J のクラッシュワン、キンコングよく入ってんね。なんかもう親戚に会うより会う回数が多い感じがするね。ナグナグチュリスのオフェールの再生のゴロザウルスの、ドルブロのルアサッチの、あ、セイントローズ入ってるかっこいいの、はい、とはい、レミ、ちょっとレン君が追いついてない。バッシュの、あ、エールライフ入ってるよ。あ、セイリューパーフェクトハウス。いいよね、かっこいいし。ワールドドラゴン。あの、あれだよ。自分の手札に加えるシールドカードを全てにシールドトリガーを与えるだからね。ただね、5色なんだよね。5色。きついよね。あ、やったね、今。コロコロデッキの部分です。で、クラッシュワンのオマールエビ、はい。で、シェルエイトレス、ぼちぼち旦那、審判マンのルグーンロード、これ、レング使ってるね。はい。悪味団のアクアク GO、フェニクル、あ、そっか。はい。全都用の、はい、全額。かっこいいよね。はい。あ、コードキング、モーツァート、久々に見た気がするね。ソニックブームも使えるね。あ、エメラルド流星入ってた。トアのエメラルド流星。はい、ファンクロー、サムニダ。アリッサ、深海岩。赤めっちゃ、そうそう。あ、アクミタンの赤子入った。唐突に来るね。知識の精霊、ロードリエス。はい。で、バードリアのバタフ、タバタフリアの、ドラフと、ヘンザーの、あ、シデンギャラクシー。スーパーチャンプだからね。超清流と書いてスーパーチャンプだからね。そう。マホズン。あ、マホズン使いたいよね。かっこいいよね。はい、ブレンノたちのフライパンマウンテン。あ、ドンサウンテンね、はい。で、アカチュア、アカチュア。ルツパーフェパンツァーのズラ、ラーメンの、はい、ドープダブルボーダー。これで欲しかったですよね。一時期高かったけどね、こんな感じで入るようになったんだね。はい。はい、300円でやっぱ60枚ぐらい入ってたのかな。で、光もだけでこんな感じで。今回ノーマルあんまりだったかな。あまりいいの入ってなかったけど。エメラルド流星よかったね。と、あと、レン君ずっと欲しかったのかな、これ確か。ドープダブルボーダー。これあれだね。バトルに勝ったら、なんだっけ、アンタップして、シードブレイクするっていう。凶悪だね、4マナで。バトルに勝ったらだからね、でも。強制バトルじゃないしね。うん、まあ、お父さんこれからビクトリーアップルのそこそこ、状態がいいのがあったんで、よかったのが、ファイル入れ替えよと。じゃあ、以上です。